Alright guys, welcome back. And we are gonna be on our way out of this shit. So there's also like a couple items and stuff like that around here, so be wary of that. Some of these like cells also have like treasures in them. So when you're going through, just be thorough. I'm gonna be skipping it. Because I already have a save point ahead.騒がれてはいません。当然ね。この部屋で装備を整えましょう。囚人から没収した品が保管してあるようですね。ロープか。これは使える。すごい刀。その太刀はゴーラン？なぜこんなところに？私には大きすぎる。いいのですか？ ゴーランは希代の名刀ですが、どんなに凄くても使いこなせなきゃ意味がない。よし、準備はよろしいですか？何をしている！ ただの兵士ではありません。無双を耐えます。すっきません。呪い。呪い。慣れたものね。言ったはずです。私はもうあの方の精霊ではないと。 船の用意は？ ここが島だとご存知だったのですね。ええ、凶悪犯を集めた監獄島ってことも、ゴーマが大勢収監されてることも、餌が命乞いしながら教えてくれたわ。港は島の表と裏に一つずつ。私の船は島の裏手につけてあります。了解。裏の港ね。 So I assume also that we'll be able to revisit this because like there's some parts of this area that's closed off to us. あれは特殊な霊力の塊。ある精霊一族の魂のようなもの。3年前の降臨の日以来、世界中に出現しました。降臨の日。これも集めておけば。 その精霊一族の協力を得られるか。信じろ。強制するつもりはありません。どうするかはあなた。とりあえず拾っておくわ。はい。So if you find these balls, like, and you get enough of them, you might be able to get help from the Seirei of that family. So it's something to keep in mind. There's a couple of them hidden throughout this dungeon too. So. You have to be very thorough when going through this story, this part of the story, so. 警備が来ます。数は二人。こっち。聞いたか。島の外周道が立ち入り禁止になった。地盤が緩んで崩落の危険があるらしい。監視塔の下を通る道か。もともと感動だし、問題はあるまい。港をつなぐ近道だったんだがな。 港をつなぐ外周道、監視塔の下。警備兵が数名所在不明になった。何者かが島に入り込んだらしい。全大魔所は2体に分かれ、表門と裏門に集合せよ。了解。これで袋のネズミですね。
油断はするな。賊がネズミとは限らん。はっ。さすがに手強いですね。ならこっちも戦力を揃える。牢獄はどこ？この階にあるはずですが、囚人たちを巻き込むのですか？そうよ、利用できるものは利用する。なんだ貴様らは。参ります。降下に呪い、そこに呪い、片付いたみたいな。行くわよ。聞け、今から檻を開ける。全員でこの島を出る。マジかよ。二手に分かれて表門と裏門へ向かえ。門を突破すれば船が手に入る。でも大魔師が守ってるんだろ。ここから生きて出られたのはバン・アイフリードって海賊だけなんだぜ。やつだってメルキオルとかいうジジイ大魔師が連れ出したんだ。自力で出たわけじゃねえ。海賊アイフリード、メルキオル。強制はしない。この檻の中で生きたいやつは残ればいい。俺はやるぜ。どんな目が出ようが、やってやる。帰って家族に会うんだ。俺もだ。おう、開けろ姉ちゃん。悪党にはちょうどいい。まずい餌にも飽きたしな。シアリーズ、行くぜ。大魔女を殺せ。他の牢も開けろ。これで警備の目はあいつらに集まる。こっちは監視塔を探すわよ。塔から外周道に降りて港に抜ける。共に戦うのではないのですね。言ったでしょ、利用するって。For example, I think it's this one. Yeah, like if you look over here, there's a couple like of these balls hidden here, so it's something to really be careful of. And you can also check out the other rooms as well. So. やはや、詫び物しかえん。なんじゃの主らは、すやっと安眠しとるわしを起こしよってからに。まさに極楽から地獄と思ったらマジ牢獄じゃし。この切なさ、わかるじゃろ。あなたは。よう聞いた。自分で言うのも嬉しいが、わしこそは発光視界を股にかけ、ドラゴンも笑う大魔法使い。その名もマジギギカミルディンドディンノルルンドゥ、略してマギルーと覚えおけ。マギル、違う。隣の客はよくかき食う客だの、かき食うのアクセントでマギルーじゃ。
各力説しても分かり合えぬ人とは悲しいものじゃって。まあどうでもいいかの。So we're actually getting pretty close to my current save point, which is very good because I want to actually advance this game and not just keep fucking playing the same shit over again. When we get back to my save point, I'm going to just like stop the video there and then just proceed from my last save point. So bear that in mind. It might be a short video. Arateka. この者はゴーマ。来る。効果でそこや。呪い。捕らえられまい。どうやら人間じゃないようだな。あんたもね。違いない。捕らえられまい。そこや。呪い。見切れるか。そこや。呪い。効果でそこや。呪い。捕らえられまい。呪い。ジャイアン。強い。これ式で刃こぼれするか。大魔師のナイフも生蔵だな。早くゴーランを取り返さないと。ゴーラン、あのたちのこと。ゴーランを見たのか。どこで。頼む、教えてくれ。地下の倉庫みたいな部屋。地下だな。かたじけない。変なゴーマ。騒ぎが収まったら隙はなくなる。急ぐわよ。I think we're getting to that point, so this should be a couple minutes more and then we'll be the end of this video. Kanshitou wa kono saki no hazu desu.鎮圧した。お前も逃がさん。効果でそこや。呪い。呪い。痛みを癒しましょう。痛みを癒しましょう。そこに呪い。そこに痛みを癒しましょう。ファーストエア。呪い。我が子はシャッカー。効果でそこや。呪い。我が日は交換に。そこや。呪い。そこや。全員そこや。呪い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 。そこや。呪い。片付いたみたい。行くわよ。囚人たちはもう時間がない。この塔から外周道に出るわよ。
道が崩れてしまっている。これではロープも役には。まさか、いくらあなたでも。あの子が落とされた祠ほどじゃない。あなたはこれほど。強いのですね。まるで制約のよう。自身の言動に枷をかけて特別な力を得る儀式のことです。厳しい枷で縛るほど強い力が手に入る。その誓いはある意味呪いね。それをかけたのあんたたちでしょ。わかっています。だからこそあなたを。はい、all right. So we are back to my save point, and I'm gonna stop the video here. Finally, I'm back to where I'm actually like able to play. So I'll see you guys in the next video. And for me, from that point, it'll be just brand new stuff. Like I don't know what's gonna happen from that point on. So I'm excited to play. I'll see you guys next time. Peace out.